今日は、アノマリーについてお話ししてみたいと思います。アノマリーとは根拠はないが経験に基づいた法則のことを言います。例えば株式市場にはですね、5月に株は下がるというのがあります。これは、ヘッジファンドなどが、5月や10月の決算月が多い会社がありますので、5月に一旦売りをかけて決算してしまうということでいくと株は落ちやすいというところが根拠になっています。ただ毎年毎年必ずそうなるっていうわけではないんですよね。でもその他にもいろいろこのアノマリーと言われる法則っていうのはありますから意外にバカにできます。アノマリー、ちょっと調べてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。